皆さん、こんにちは。非常識な結コンサルタント、高橋孝子です。本日のテーマは、ビジネスの成功は動く人に服着たる。ということで、サブタイトルがですね、ニワトリが先か卵が先か理論っていう、<laughs> ちょっと長いんですけど、まあ、そんな話を今日はしてみたいと思います。あのまあ、先日、ね、私の,あのパーティー、えー、と創立記念で、ね、パーティーがあったんですけども、会社設立の。 その時にサロンメンバーさんもね遠方からとかまあ一番遠い方は他の幼稚園と絡めてですけど海外からね来ていただいてご参加いただいたんですよ。で、あのー、その様子とか私が過去あちこちにね全国動いていた時のことを重ね合わせてあの考えて。 やっぱりそこかなっていうふうに思ったことがあったので今日はねあのニなのか卵なのかっていうねこの辺りの話をちょっとしていただいて、えー、今ね動けてない人の背中をちょっと押したいなっていうふうに思ってこちらの動画を撮ってますのでそんな感じで聞いていただければというふうに思ってますはいえっ、ー、と本題じゃあ参りましょうかはいえっ、ー、とビジネスの成功は動く人に福いたるっていうふうにね あの言いましたでこれが間違いなく動く人の方に、えー、いい情報が来るしあといい出会いもあるしあと結果として仕事がうまくいきます。はいこれはねあのいろんな人見てきてあのもちろんそれが、えー、ものすごくビジネス成功している人も含めてあとうちのクライアントさんの中でも地方とこちらをね行ったり来たりする人も 含めて見ていて見い感じることです、はい、なので動ける人動くと決意をして動ける人の方が圧倒的に成功確率が高いです。でこの時に一つ注意したいポイントがあのただむやみに動いても成果は出ないっていうことなんですね。なのでそのポイントもね合わせてちょっとお伝えしていきたいんですけれどもあのー、まあニワトリなのか卵なのかっていうね 話に戻るんですけれども、まあ、卵があるから鶏が生まれるわけでで鶏がいるから卵が生まれるわけじゃないですか、まあ、どっちが先かっていう話とかがねよくありますけれどもあのー、まあイメージとしてはそうだなまあ卵をたくさん埋める鶏になるのが先って感じでしょうか。はい 具体的に言うとあの、ね、動く人、私も動いてました、東京、大阪ですね、ここって、えーとまあ、感情時間術の本の中でも、ね、書いてあるんですけども、私の,その動くためのブロックは何だったのかって言ったら、お金がないです、まず交通費ですね。ではあと、時間も取られる。 っていうところですよね、まあ、お金がないっていうのが一番だったんですけれどもどちらかというと当時まだ月商25万30万ぐらいだった時にうーん大阪の、ね、セミナーを聞きに行くために往復で3万円ちょい超える金額を払うっていうのは、まあ、どれぐらい大変かっていうのは今現状それぐらいの金額で運用されている人には理解はできることだと思うんですよ。 でも私結果的にはね動いてたんですよ。それでも、それでもです。はい。あの自由に使えるお金の収益のほ,ほとんどぐらいな状態を使ってでも3ヶ月に一度動いてましたね、大阪は、その当時はですよ。で、そのうちに大阪に動くときに大阪で仕事ができないかって探すようになってで大阪の仕事を作るようになってから交通費が浮いたりとかね、そういう。 あ後付けでそれができているんですけれどもあ当時はまずね動くのが先だったんですよ。じゃあ動いた先に、まあ、何があったのかっていうとあの私があの当時ね所属していた、えー、イ,インターネット集客のね先生の、まあ、会,会合そ会合その。 お弟子さんたちの会合が自発的にいろんなマーケティングとか集客のことを勉強しようっていう会を開いていた時期があって、これが幹事があの4か所に関西で散らばっていたので、自分たちの、ね、成功事例を皆さんにシェアをしようっていうことで開催していた内容なんで、非公式のものなんですよ、先生がやってたわけじゃなくて。だけれども、そこに集う人って皆さん成功されていて、それこそ私から見るとね、 すすごい方ばかりです私は当時まだ,そうだな年少ベースで400万ぐらいを頑張ってとか600万を頑張ろうっていうし,してるところで数千万とか多く稼いでるような人たちがうまくいってるね。 あの状態ですごく別に嫌な人とかじゃないんですよいい人たちでそのお話を聞くとやっぱ刺激受けるじゃないですかあそういうふうにしてやってきたんだってで全ていい話ばかりじゃないですよやっぱ失敗してた経験とかうまくいかなかった経験も含めて、まあ、セミナーとあと懇親会セミナー外のところでね 飲み会とかで話とかも聞いて、まあ、どうしても最後まで行きたかったらやっぱり1泊して翌日帰るっていう形だったんですけど当時やっぱりあの時間もなかったのでレッスンはそれなりには詰まってはいたけれどもこの忙しさでも教室業ってそこまでもうからないよねっていうところで打開策とかあのうまくいってる人のね思考法とか考え方っていうのを取り入れたくて。 動いていてた時期がありましたでその時にあの特にね良かったのが懇親会なんですよ飲み会うん。でめちゃめちゃ話聞きたいなっていう,こうセミナー講師をねやった方でこの人は何でそういうふうに考えてそれができてたんだろうとか過去どういうことがあったんだろうって思った人にはもうなるべく隣に行ってあのね飲みながらあのいっぱい話聞いてセミナー以上に大体いい話よね。 <laughs> あのね、ぶっちゃけ話とかがあるじゃないですかそういうのを聞けたりとかしてそれが私のその当時の新しいビジネスを作っていくさらに上に駆け上がっていくための大きな原動力になったんですよだから、あのー、全てね皆さんが同じようにしろとは言わないんですけれども 要はお金がない、時間がないということで動けないっていう人ってずっと同じことが繰り返されるんですよ。つまり自分が卵を産める鶏にならない限り卵が産まれていかない感じ。しかも卵も量産できる鶏だったらしかもそれが金の卵を産む鶏だったら同じ卵でも価値が違うじゃないですか。 例えば年に1個しか卵を産めないニワトリと365日卵を産めるニワトリだったら当然そのニワトリの価値上がりますよねこれニワトリイコール人間なんですけどでさらにその産む卵が全部金の卵だったらすごくないですかっていうだからニワトリ鍛えるのを先みたいな感じでだから動いて飛ぶそして吸収するっていうねそこに えー、未来の自分にかかけられるかっていうことなんですよだってそこで何も得るものがもしもなかったとしたら無駄金ですよ3万円とか5万円とかいくらか知らないですけどビジネスでねやった場合にだから、まあ、ある意味覚悟がいるわけですし時間を作るというふうになったらそこに仕事を入れないということを最初っからやっておかないと時間が作れないということはそこを圧迫しても収益 まあ何しろ売上高でもいいんですけれども、それがきちんと確保できている状態で行かないといけないわけですよね。ということで、この2つをクリアする必要があるということは、もう行くって決めただけで、行かないって決めている人よりすごい苦労しているわけですよ。そこで時間もお金も作るわけですからで。ここでまず変わるでしょ。で、さらに動いたらどんなことになるのか。さっきみたいに、すでにうまくいっている人の話とか。 つまずきそうな残念なポイントしくじり先生みたいな話とかも聞けるわけですよねということは自分がそれをしくじらないで済むわけですよねそれ知ってるからだから、えー、正しい知識と正しい情報を手に入れるために動くセミナーとかねそういうのはやっぱり積極的に動いた方がいいと思ってます じゃあ今回のね私みたいなパーティーって意味がないのかっていう話楽しいですよ、基本は楽しいだけだったら意味がないのかって言ったらそこに集う人が自分にとってじゃあ何か扉を開くようなね、えー、元気をもらえるとかそれこそよくね教室の先生が言う <laughs> モチベーションが上がりませんとかっていう人同じ仲間同じようなスタートラインでやってる仲間がすごい頑張ってる。 っていうのを見たら、あ私も頑張んなくちゃっていう気になったりするじゃないですか。で、その過程って結構大事で、そういうモチベーションを上げるためとか、よりいいものに触れ合うため、ないしは、自分これどうしようかな、やろうかな、やる前かなって思ってたけど、あ、なんかみんなやってるから、この波に乗っちゃえみたいな。まあ、この間はたまたまみんなでね、インスタライブ、あのこんなふうにやろうか、あんなふうにやろうかってって、やってなかった人もやりますとか言ってね。 宣言してやることになったもうこれだけでも価値がありますよ。だってやんなかったことをやるようになるわけだから。だから私はそのただ楽しいとかねただベラベラ喋ってとかじゃなくてさらに自分が何かワクワクを手に入れて自分がスケールアップするためにその場にいるんだという意思を持ってそこに参加するっていうことが 必要だと思うんですよ別にあのノウハウとか知識だけじゃないんですねその会に行くっていうのは。例えばその人のあり方であったりとか生き方を学び自分にないものを見つけてすごいなって思ってで自分も取り入れられるところは取り入れようっていう考えるだけでも全然違いますよね。 でここで注意しなくちゃ、ね、いけないのがこの時になぜか1人で勝手に落ち込んで自爆するタイプの方いらっしゃるんですよ。私からすると不思議っていう感じなんですけどつまりその皆さんが頑張ってキラキラしてる人たちが多いところ別にキラキラっていう言葉は私あんまり好きじゃないんですけどあのなんかやってるところに行くと自分なんかあんまりできてないと。 あの比較するとできてない自分を見るのが嫌で余計落ち込むから行きたくないっていう人いるんですけどこれ逆効果ですよやっぱりあのー、そのなんていうのかなできてない自分を自分で嫌いになるっていう考え方がやっぱりうまくいかないことを助長している内容なんですよね。うん、比較すするるる必要ははななくててててででできてる人はできてる人人ごいなーって 別にそれれでで受け止めればいいいじゃないですかでこの人のここだけでもいいからやろうとかって思うだけでも成長するのに見たくないから行かないっていうふうに決めたり会わない話を聞かないって決めるだけで自分の世界の殻に閉じこもることになりますよねでこういう方っていうのはまず成長しないですあの自分の思考以上に成長したかったら思考の枠を外してくれる人とか 外界の刺激を、えー、与えられるような場所に自分が出向くべきなんですよね。それが本当に欲しかったらですよ。別に成長もいらないしあのただ緩やかに衰退していく状態で OK っていうんだったらあの自分の殻に閉じこもってればいいわけで。 何かしら人ってね刺激がなないい限り成長ししんですよしかも自分の考えと似すぎてる人とばっかり話してたり付き合ってたりしてるとそれ以上の思考って生まれないですよねだから、あのーまあ、あんまり引き合いに出すのもちょっとどうかと思うんですけれどもたまにね本とかを書いているとファミレスとかそういうところで主婦4人ぐらいのね集まりでまああのー 子さんんが多分幼稚園ぐらいなんでしょうかでまあ旦那さんの愚痴を言ったり子供の愚痴を言ったりしているのがみんなで「そうねそうね」って言ってる会話をしてるときとかたまにね本のあれを書いていてなんかあーこの不毛な時間なんでこんなふうにこの人たち過ごしてるんだろうなって思うときとかがあるんですけど。 その人たちって一瞬それを口に出したことでうさばらしできてるのかもしれないんですけど根本的な問題は解決しないんですよ人に言ったところで。結局そういうふうに考えてしまう自分の思考を変えない限り家で起きる現象を捉える自分の感覚が変わらない限り子供は言うこと聞いてくれないしだんだんは動いてくれないっていう愚痴をずーっと言い続ける人になるだけ。 ななのでのでで何解決もしてないんですよね、まあ、嘘はもしかしたら晴れてるのかもしれませんけれどもねだから自分の中の殻に閉じこもるタイプっていう人はこのファミレスで愚痴を言ってる人とほぼ変わらない状態なんです愚痴を言ってないにしてもですなので特にあの刺激っていう部分で言うと、まあ、自分 に持持っっててない考え方を持ってかつ自分があそういうふうになれたらいいなと思っているような行動をしている人の話を聞くっていうのは結構大事だなっていうふうに思います。であの例えばすごいね華やかに活躍してる人とかもものすごい努力してる人大体多いんですよ。 それかあと幼少期とかにすごい不幸な残念な話とか本人のせいじゃないけれどもそういう目に遭っちゃった人とかあと人生の途中でね2階3階それこそどん底に落ちるとかまあ例えば人の借金かぶって多くっていう借金をかぶって連帯保証人で,でそれを返し切ってねっていうのとかあとはそれこそ会社のお金持ち逃げされてとかあとはスタッフをごっそり引き抜いて そのナンバー2みたいな人がゾロゾロって言って連れて行って自分の店舗から人を引き抜いたとかまあいろんな話聞きますよ。うん。いね。すごくあの大きくなってる方とかでも。だからあのそれはその話でねあのいい、いいんです。いいっていう言い方変かな。あの参考になるんですよ。つまり あの私が聞いててね今の話とか聞いてた中で実際にまあその人から話聞いててそうだよねって思ったのができすぎるナンバーツーは入れない方がいいっていう話です。<laughs> できすぎるナンバー2は そこの中の資産とか人間的なものとか全部ごっそり持っていく頭を持ってるからできすぎるナンバーツっていらないっていうふうにねその人言っててまあそういう側面もありかなと思いましたねあとはもうそれでもいいから分派でどんどん増やしていこうっていう考えだったらできすぎるナンバーツを育てたらいいと思うんですけれどもねそういう会社経営上でも、まあ、そういう話とかもね 聞けたりするとなるほどって入れる人材どう考えるかとかねそういう参考にもなるしまあちなみにあの現状のね私はお一人様株式会社状態を作っているのは自分があの会社の中で事業部長役員っぽいようなことをやって上と下の調整を両方やっていって会社の立てす組織っていうのが自由が利かなくて めんどくさいなっって思ったからあのその縦割りな組織じゃない組織作れたらやるかもしれないですけど今私は自分プラスプロジェクトごとに組む害虫さんとあの業務委託でいろいろやっている。 10人近くいるんですけどその方たちとのお仕事において前に進めていくっていうのが結構自分の性に合ってるので、まあ、心地いいからそのスタイルをとっているんですけどねこれもやっぱりどういうスタイルをやっていこうかなって模索した時に会社経営してる人従業員を雇うとねどういうふうに大変かっていう話とかも聞いてもやっぱりお一人様がいいかなとかいろいろなんかそういう話を聞いて今の携帯とかやってるんですよ。 だからあの、教室業とかにおいてもですね、いろんな話をいろんな方からね、聞ける機会とかがあったりする場合、それがね、えー、っと業種、業態違ってもいいんですよ。むしろその方がいいぐらいです。あの教室業の人って閉鎖的で あの自分の手の血明かさないっていうわけじゃないんですけどもそれを見せると真似されるから嫌ですみたいな割と心狭き人が多いんですけれども <laughs> 言っちゃったはいあのえっとみ見せたところで真似されて自分のお客さんが減るぐらいの状態だったらそんなあのいずれ衰退しますそのレベルだったらはいあの。 真似されたとしてもお客様が来続ける自分のキャラクターとかですねそういう確固たる内容を作っていればそこで大丈夫なはずなんですよだからあのそこが揺るぐらいだったらもう一回ちゃんと考え直した方がいいっていうレベルぐらいなんですけどねだからこういうふうにやってるよぐらいの話は情報交換したらいいと思っているんです。 だけれどもやっぱりそこどこに行けばねそういう人と話ができるか分かんないとかいろいろそういうのもあったので私サロン作ったしコミュニティ作ったんですよね横つながりが本当にフラットな状態で本音で話し合える語り合える仲間たちであの自分がやってることをあの喜んで相手に開示してそれによって相手がうまくいったその人は ありがたいと思って、その下の後輩にそれを伝えていっていただくっていう文化はもともと作っているのでで、そういうね。あの情報交換ってやっぱり情報って生き物なので、それが循環するとやっぱりうまくいくんですよ。で言ってる人ほどうまくいきます。動いてる人ほどうまくいきます。もうこれはね自明の理ですね。はい、もう本当に真理って言ってもいいくらいだって。それだけのものを吸収して。 それでいろんなことを試行錯誤一人で勝手にやるよりも早くダメな方法といい方法を分かった状態で動くんだからそりゃうまく確率高いですよねっていう感じです。 特にあの先日ね私のところに集まってきてくれたメンバーはうちの中でも特によく頑張ってうまくできているメンバーが多くてもちろんもがきながら頑張ってる人とかもね多いですけれどもあの心がそういう方向に向かっているっていう一つの方向性に向かっている、えー、メンバーが揃っているからまあボルテックストルネードですかねこう渦を 巻きながら上に上がっていく上昇気流に乗れてるよねっていう人たちとオーラ見えましたよそういうオーラがねだから自分がもしもそういうところが苦手だっていうふうに思ってる場合には今一つ自分のそのスタンスっていうのを一歩殻を破って外に出ようとかそういう人たちと触れ合うとどういう思考が自分って変わっていくのかなっていうのを試すっていうのもいいと思いますはいあの よく集客できないんですとかうまくいかないんですって言ってる人の話を伺っていると思考が凝り固まってる人が多くて固定概念とか規制概念とかあとあんまりそういう同業他社以外の人と喋ってないとか、えー、動いてないとかお金がもったいないから時間がもったいないからっていうねうちにうちにこもる方向にしか行ってない人が多いなと思ったんで今日はこんな話をしてみました。はい ではままととめに入りたいと思い思す、えー。ビジネスの成功は動く人に服着たる。ニワトリが先か、卵が先か、理論というお話なんですが、こちらは、えー、とニワトリの自分を育て上げていく方を先に頑張りましょうということで、えー、時間とお金という言い訳は、えー、動く上ではいらないし、動いて情報とかいい内容を吸収すると自分が決めてその場にいるだけいるっていうだけで、 自分の成長が前へ前へと進んでいくようになるので、そんな気持ちでね、いろんな人と出会う楽しんでいただければなというふうに思っております。ははい以上でですそれでは